シティグラフィティ AOR チャンネルのご視聴ありがとうございます AOR シンガーソングライターの川口です 「この音楽でダべろうは」は一つのアーティストを深掘りしていくアーティスト入門動画とは別にもっとライトにかつ幅広く音楽の魅力を伝えていくことを目的とした企画です私川口が最近に聞いた音楽や音楽に触れていて思ったことを10分程度食べる内容となっております アーティスト入門とは違いアルバム1枚だけの話や1曲だけのお話といったライトな内容になりますので、えー、ぜひ何かのお供に片手までお聴きいただけますと幸いです、えー、本日はシティ・ービー・ワンダー3部作聴き比べというテーマで食べていきたいと思います、えー、本題の前に2点だけお知らせをさせてください シティグラフィティの知名度向上と、私が取り組んでいるジャンル AOR の話題作りを目的に、誰もが知る童謡を中心に、日本人なら誰もが知るメロディーをバキバキの AOR にリメイクしていく大人の童謡という企画をこのチャンネル内で行っております。こちらはただアレンジするだけでなく、場合によっては A メロやサビをつけてポップスとして完成させていったものになります。 えー、その中でも、えー、特に、えー、この AOR であったり、ちょっとおしゃれなファンクやソウル、えー、といったジャンルがお好きな皆様にね、えー、お聞きいただきたい作品がございます。えー、まずは、えー、最新作のですね、キャットレッドメリーさんの羊語というものになります。えー、こちらですね、メリーさんの羊、あのメーリーさんの羊ってやつですね。えー、あれをですね、モロ、アースインダンドファイー風にアレンジしたものになります。 えー、アース作品の中でもですね、AOR ファンには特に人気の高い I ア Am アという、えー、大名版があるのですが、えー、こちらはですね、デビッド・フォスターという AOR 界隈では知らない人がいない名プロデューサーが、えー、プロデュースしている作品であります。 でこの作品にですね収録された「キャントレッド Go」という曲があるんですけどそれ風にアレンジしたものになります、えー、この「キャントレッド Go」という曲がですねセプテンバーとほぼ同じグルーブというかグルーブ面でいうと同じグルーブなんですけど、まあ、そのセプテンバーのグルーブを軸にしたダンサブルなアレンジになっていると思っていただければいいかなと思います えー、ブラスセクションやパーカッションの入れ方、えー、ボーカルワーク、えー、カッティングなども全体的にはもうかなりアースを意識しているんですけど、えー、リードギターに関しては、えー、私の大好きなアイズレーブラザーズですね、えー、を意識しております。アーニーアイズレイを意識して結構ロックな、えー、リードギターを入れております、えー。ロックギター好きな方にもハマるかなと思いますので、えー、ぜひそのこだわりを感じていただけますと幸いです。 えー、音だけでなく映像にもこだわっており、えー、ただ演奏している様子を映すのではなく、黒巻合成を駆使して PV のような仕上がりを、えー、しております、えー。こちら動画の最後または概要欄にリンクを貼っておきますので、えー、このラジオをお聴きになった後ぜひご興味あればお聞きいただけますと幸いです。えー、もう一つのお知らせですね、えー。ライブのお知らせになります。 えー、直前のお知らせとなってしまうのですが、えー、12月23日金曜日、もうあさってですね、えー、に池袋のホットペッパーというライブバー、えー、にいて、えー、ソウルや AOR の名曲をカバーするライブがございます、えー。こちらはですね、セッションで出会ったメンバーで、えー、構成されておりまして、えー、サックスに俊成。 くんえー、鍵盤に阿部木結衣さん、えー、ベースにコバジョン君、ドラムに井田信也くん、えー、が参加してく,くれております、えー。普段のシティグラとは全然違うメンバーなんですけど、まあ、これはその自分のオリジナルっていうよりかはそのカバー曲、名曲を、えー、セッション的に演奏する、いわゆるセッションライブという言われるものです。えー 参加者の,あの参加メンバーのツイッター、Twitter、の URL も概要欄に貼っておきますので、えー、ぜひご覧いただけます。チェックしていただけますと幸いです。えー、このメンバーで実は8月にもライブを行っていたのですが、まあ、それが受けが良かったので、ご好評いただけたので、えーまあ、ちょっと冬にもやろうということでクリスマスライブを開催、えー、する、えー、運びになったというわけでございます。えー、ぜひご都合合合う方、遊びにお越しいただけますと幸いです。というわけで本題に入ります。 え本日はスティビー・ワンダー三部作聴き比べというテーマでダベってまいります。三、えー、部作聴き比べと申したのですが、えー、まほとんどが三番目のファーストフィナーレすげーっていうお話になってくるかなと思います。えー、こちらちょっとこの今喋ってる内容の原稿を書いたのが秋ぐらいだったんですけど、ちょっとだいぶ間が空いちゃったんですけど、あの秋の今年のね、あの10月あたりとかって、えー、結構なんかこう暑い日とこうなんか えー、ちょっと涼しい日、雨の日とかですよね。学校なんか結構交互に続いたりしたことあったじゃないですか。で、 私って結構こう天気によってその日聞くアルバムとかが、えー、左右されてくるんですけど、こうなんかやっぱね、暑い晴れた日はスティービー・ワンダーのトーキングブックとかを聞きたくなるんですね。で、雨の日はなんかこう、インナービジョンズを聞きたくなるんですよ。で、まあなんかそう、いわゆるザ・秋っぽい、なんか気持ちの良い気温の時とかはなんかこう、ファーストフィナーレを聞きたくなるということで、こうなんか秋っぽい空気とこのニューソウル系スティービーのこの時期の作品っていうのは非常に個人的に相性が良くてですね。まあその10月のあのなんか天気がコロコロ変わ 変わっていた日はこの三部作をめちゃくちゃループしていたという、えー、そんなことがありましたでそれをこの真冬に今喋ろうという話なんですけど、えー、いきましょうかえー マニアックなことを食べる前に3部作についての基本情報をざっとおさらいしていきたいと思います。えー、こちらですね、スティービー・ワンダーが72年から74年にわたって毎年連続で発表した作品群の、えー、呼び名なのですが、えー、これクリエイターとしての凄さを象徴する作品群なんですよね、えー。作品の出来はもちろんなんですが、えー、ポップチャートでもシングルで全米ナンバーワンを出したり、えー、アルバムでもトップ5に入ったりと、 えー、大衆にも響く楽曲をハイペースで作っていたわけです、えー、そんな結果からもわかるように創造性と親しみやすさがあふれた、えー、スティービーの才能を存分に感じることができる、えー、作品なのであります、えーまあ、この3部作ってどれも基本的にだいたい同じ流れなので、まあ、悪い言い方するとマンネリなんですよね、えー、なんですけど、えー、またこれかよって感じを が一切なくて、そんなこと感じさせる間もなく素晴らしいっていう、えー、その一言が込み上げてくる仕上がりなんですよ。この三枚ともいずれも。えー、それがすごいんですよね。えー、もういわゆる、もうだから、なんか、マンネリって意味ではある意味、様式美なんですよね。メタルっぽい言い方すると。えー、スティービー流様式美がこの三部作には貫かれているわけです。えー、そんな素晴らしい作品なのです。作品群なんですけど、まあ、一つずつ、えー、話をしていきます。えー、少しあのー、前に、 えー、このチャンネルで投稿した「スティービー・ワンダー入門」の中でも取り上げているアルバムも入っているんですが、まあ、ちょっとそことも、えー、か,かぶる部分はもちろんあるんですけど今日はもうちょっとそこよりも、えー、マニアックに喋っていきたいなと思っております、えー、全然ライトな内容じゃないですね <laughs> で、まあ、じゃあまず一作目、えー「トーキング・ブック」なんですけど、えー、これはですねスティービーのメロディーメーカーとしての才能が分かりやすく前面に出ている印象なんですよね えー、もちろん、後に続く3部作シリーズと基本的には同じテイストですし、えー、どの作品にも素晴らしいメロディーが、えー、多数存在しているわけなのですが、えー、やはりこうライトなグルーブの曲が多いことや、えー、オープニングにその全米ポップチャートナンバーワンの名曲が来ているということもあってか、えー、まあ、トータル相対的にメロディーの方が印象深くなっているような気がするんですよね。 あのこれ超個人的な意見なんですけど結構出だしの曲とか冒頭の流れってアルバムの印象を決定する大事な要素だと思うんですよね、えー、この作品だと、まあ、You are the Sunshine of My Life という全米ナンバーワンの曲で始まってその後に、えー、すごくファンキーな Maybe You Are Baby って続くんですけど、えー、その後はですねとても美しいバラードの y o u I、えー、あとはこうパーカッションによるグルーブが生きる TuesdayHeartbreak という曲が続いてくるんですね、えー この Choose the Heartbreak という曲もこうグルーブはなんかあのちょっと民族的な感じはするんですけどメロディーは結構キャッチーでなんかセブン‐イレブンの、ね、BGM に時々流れてるんですよマニアックな選曲ですよねえーまあいいやえーでまあこの な曲ファンキーな曲、ベタなバラード、えー、一番印象の良さを感じるグルーブ、えー、とこう続いていき、まあ、この冒頭4曲で個人的にはですけど、結構ライトメロな印象になっているわけです。2曲目のめちゃくちゃヘビーなファンク曲以外は。えー、で、まあ、このメロな印象と言いますか、わですかね、分かりやすくいい曲が多いっていう印象ですよね。聴、えー、きやすい曲が3つ、4分の3あるので。で、 まあ,あとなんですかねやっぱマイナー調の曲っていいメロディーっていうよりかはかっこいい雰囲気とかの方に印象が取られちゃうような気がするんですよこれまあ日本人の感性なのか僕だけの感性なのかわかんないですけど、まあ、だからそういうふうな意味でいくとこの、えー、トーキングブックの冒頭4曲のうち3曲がまあ比較的明るめな、えー、曲っていうこともあってそのメロディーの方の印象が残っているのかなと勝手に思っております えー、で、まあ、あの、もちろん裏面もね、スーパーステーションが入ってたりとか、名曲が非常にいろある。あの、ジェフ・ベックが参加している曲とかね、いろあります、えー。で、2作目ですね、えー、インナービジョンズ。えー、こっちの方はですね、えー、ファンキーな曲が前に出ている印象なんですよね。 こちらもこのインナービジョンズも素晴らしいメロディーは多いのですが、えー、それよりも泥臭いという印象の方が残る、えー、気がしてるんですよ。えー、これはまあオープニングからその湿った曲が続くんですよね。わ、えー、かりやすく明るい曲っていうのが出てくるのが4曲目のゴールデン・レイディーからだと思っております。まあ、ゴールデン・レイディーもなんかサビちょっとマイナー調になりますしね。えーでまあ このアルバムですね、えー、冒頭は暗めでクールなグルーブの TooHigh という曲。えー、で2曲目の Inner Visions も、えー、デ a v i d T. w a l ー e ーですね、あのソウルギターの名手、それをプレイが生きるしっとりしたバラードなんですけど、えー、まあこの2曲とも、えー、メロディーの起伏が少なくて、まあ、劇的な変化もないんですよね。えー、なので分かりやすい印象はあんまりないんですよ。 で、えー、まあ、3曲目はファンキーなリビングフォーザシティとなるんですけど、まあ、あの、当然ながら、なんかその結構ファンキーとか地味な印象の曲が多くて、なんかいわゆる名曲だらけだっていう雰囲気はあんまり冒頭では感じないんですよね。で、 えー、B 面も B 面でその泥臭いハイアグラウンドに始まってそこからこうマイナー調の曲が続いて最後の方にならないと分かりやすく明るい曲が出てこないっていうこともある,あるってまあなんかそういう意味でやっぱこう名曲尽くしまあ分かりやすい 曲って言うといいんですかね。そういう分かりやすい曲尽くしな印象よりも、そのグルーブとかの方の印象が強いと、そんな、えふ、ー、うに考えております。えー、もちろん、あの、大メンバー、大名盤ですし、個人的にはこれ、あの、一番好きで、ヘビロ、一番ヘビロとしてる作品なんですよ、このインダービジョンズ。えー、まあ、ただ、冷静に印象を言語化すると、そんな感じなのかなと思っております。なんか、このトーキングブックとインダービジョンズは、いわゆる陰と陽の関係みたいなね、えー、ものかなと思っております。あのー、 なんだ、スティーリー・ダンで言うと、エイジャーと、えー、ガウチョとか、えー、あとなんだ、その前のロイヤルスキャグのちょっとロックっぽい感じとかね、それがインになると、まあそんなような感じなのかなと思っております。で、えー、ファーストフィナーレですね。 えー、これまあ、いわゆる3枚目なんですけど、この作品の集大成感がすごいんですよね。もうクオリティが圧倒的に高いなと思っております。えー、もちろんトーキングブックもインナービジョンズも、えー、負けず劣らずの大名番ですし、えー、単体で聞いたときはやっぱ大傑作だなと感じるわけなんですけど、 3枚聴き比べをしたときには、ファーストフィナーレの質が群を抜いているように感じるんですよね。えー、もうめちゃくちゃ完成度が高い。と、もうき、もう仕上がってるって感じなんですよね。で、それでいて、挑戦心を感じる。ちゃんとなんかね、いろいろ試してるなっていう感じを受けるんですよ。 で、この朝鮮人って意味では、もう個人的にあのー、三部作の前の作品ですね、ミュージックオブマイマインドっていう、このチャンネル内でもダベったことがあるんですけど、まあそのミュージックオブマイマインドで表せた野心性とか衝動性っていうのを非常に似たものを感じるんですよね。 えー、なので、まあ、そのミュージックオブマイマインドで見せたその衝動性、野心性と、あとはその前2作、えー、トーキングブックとインナービジョンズの熟練性、洗練性っていうものが見事に両立されている、えー、作品がこのファーストフィナーレだと思っております。で、細かく見ていくと、 あの演出力ががと上がった印象なんですよね、えー、まあ演出力っていうのはフレーズを奏でるのにどの音色を選ぶかであったりとか、えー、どのタイミングでそのフレーズを出すかであったりです。えー、まあもっと細かく見るといろいろなんですけどとりあえずそんなところが軸になると思ってください。 でまあ、その演出力の結果ですね楽曲一つずつ見てもその前2作よりもメロディーもグルーブも明確になりつつさらに洗練された流れが仕上がっているんですよねでそれがほんと素晴らしいかなと思っておりますもう生かしどころを抑えている、えー、どうやったら、えー、そのメロディーやグルーブが伝わるかが考えられているというそんな気がするんですよねあのもちろん流すところはあっさりしてるんですけどね えまあ、緩急と言いますか抜き差しと言いますか、えー、メリハリがあるんですよね、えー、グルーブに関して例を挙げるとするならば、えー、この「悪夢」とか、えー、ですねこのアルバムに入った「悪夢」っていう B 面冒頭曲だったかな、えー、それがですねその曲の最後の最後に「ドゥールワ」っていうフレーズが入るんですよこれなんかジャクソン5が歌ってるらしいんですけどあのテンポ的にはこういうテンポがあったら「ドゥールワ」っつっ ドゥール・ワっていうのがあるんですけど、でこのフレーズがですね、この,グルこの曲のグルーブを象徴している形をしていると思ってるんですね。えー、この曲のグルーブって、こうなんか、エン・ヤー・トット、エン・ヤー・トットみたいな、なん聞けばわかります。ほんとこんな感じのグルーブなんですよ。ドーン、ツ,ツッ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 ドッツ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 ッ で、このですね、最初からすごくグルーブはしているんですけど、えー、最後の最後にさらにその象徴的なフレーズを入れることでグルーブを加速させると、えー、そういう演出をしていると思うんですよで。この演出力、これがなんかそのなんですか、演出力の高さってことですよね。ただでさえグルーブが完成しているのに、さらにもう一段階後味をつけ、後味、えー、っとなんかスパイスを加えて、もっとわかりやすく演出するみたいな、そんな感じですよね。 えー、これがだからメロディーだけじゃなくてグルーブにもそういう演出力の高さが現れていると、えー、思っております、えー。で、もちろん他の曲でもですね、顕著に現れていて、えー、まあ、冒頭のマイスマイリングフェイスのイントロのギターラインであったり、まあ、このフレーズに対してちゃんとそういうクリーンなギターのトーンを使うと、そういう演出力ですよね。えー、とか、トゥ、えーシャイトゥーセイの浮遊感、えー、ある、えー 音であったりとか、えー、あとはそののブギーレゲウーマンの神聖ベースですよねなんかそういったこのフレーズに関してはこの音色が一番合っているよね120%合っているよねっていうのをその見事に見つけてそこを当てはめている印象なんですだからそのフレーズとかグルーブっていうのが120%体現されているような気がするんですよね。えー、でこの完璧なアプローチを見つけたこのフレーズに対してはこのアプローチが一番いいっていうそのかか感じがですねすごくみずみずし,みずみずしい と思うんですよでこれがそのさっきちょっと言った「ミュージック・オブ・マイ・マインド」で出てきた衝動性になのでまあだからそのよりいい見つけたよりいいものを見つけたっていう新鮮さがそのでに仕上がってる熟練性の上でその新鮮さが発揮されてるからだからその熟練の技と、えー、野心性が合致した作品だと、えー、先ほど申したわけです。 で、えー、そのメリハリが強い印象の要因の一つにですね、えー、まあ今、こうなんか演出力ってことでメリハリの描き方みたいな話をしたわけなんですけど、まあ、そのメリハリが強い印象の要因の一つに、えー、メローな曲、えー、特にバラードでのサビ感あるパートが増えたこともあると思うんですよね。えー、こちら、もちろん全部が全部じゃないんですけど、 あの普通のポップスみたいにサビありきで曲があるんじゃなくてえこのイントロから自然な流れでサビっぽくなったっていう印象のサビなんですよこれあのちょっと今言ったのと矛盾するんですけどサビとしてサビっぽいフレーズあるんだけどそのサビがあんまりサビっぽくない流れで自然にサビに入ってる <laughs> なんか小泉進次郎さんみたいな <laughs> 言い回ししてますけど伝わってますかねえこれ結構すごいと思うんですよあの要は なんだろう、えー、サビってやっぱこう曲の顔なんですよ。で、だから一番目立つパートなわけです。えー、だからどうしても自然とあからさまにこうサビです感が出ちゃうんですよね。自然と。なんですけど、それをあんましていない。とですね、例えばなんだろうあの、テレビとかでもあの人は今的なやつで、こう、なんかね、懐かしの人が今この次登場みたいになるじゃないですか。で、そうするといきなり顔バーンって出さないんですよね。 体を映して、で、だんだんカメラがアップ、上に上がってきて、肩まで映して、さあ、次、顔が映りそうっていう時に一回 CM を挟むと。で、そして CM 開けたら、また体から映して、肩を通って、で、その後ようやく顔が映るじゃないですか。こう、溜めて溜めて、最後に顔が映ると。で、まあ、普通はそんな感じで、サビに向けて、こう、盛り上げる。っていうか、なんか確定演出があるんですよね。さあ、サビ来るぞ、サビ来るぞ、サビですみたいな。 で、まあ、ステイビーにはその確定演出感がないんですよ。このファーストフィナーレで見られる、えー、サビのある曲にはで。でも確かにサビっぽいフックがあるんですよね。えー、これが本当素晴らしいと思うんですよ。だかからなんか ポップスでよく作るのがサビから作ってそれに,それにつながるように A メロ B メロを作るみたいなことをよくやる人も多いんですけどあのそうじゃなくても本当なんかイントロからダラ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 って言うと言い方よくないですけどイントロから作って自然な流れで盛り上がってってなんかサビっぽくなった。 みたいな作り方を多分してると思うんですよねであのキー・オブ・ライフこの3部作の次の作品ですよねその頃あたりからもうあっからさまにサビ感ある曲が増えてくるんですけど、あのー、その片鱗を感じさせつつこのトーキングブックとかで見せてきたこうナチュラルな自然発生的なこの曲の、えー、作り方曲の流れっていうんですかねそこがこう見事に融合していると。 えー、そこそれが素晴らしいんですよね過渡期的でもあり融合なんつうのその両方の良さを融合させたその頂点的な感じもあるっていうのが本当ねこのファーストフィナーレにあられてる特徴の一つじゃないかなと思っております。 えまだ続きますよ。えっと、曲調に関しても言うとですね、この明るさと暗さが混同した曲において、えー、そのノータをこう、はっきり見せてると思うんですよね。えー、ま、なですか、その暗いところはちゃんと暗いけど、えー、適宜こう、明るくなる瞬間が入ってきていて、で、これぞスティービーっていった曲作りをしているんですよね。あの、 代表的な曲、今言ったこの暗い中に明るいものが瞬間的に入るっていうものの、大有名なものが、あの、ジェフベックに提供した悲しみの恋人たちですよね。で、あれみたいな曲です。えー、ああいった流れの曲が結構このファーストフィナーレには多い印象で、まあ、ここでスタイルが確立されたのかなという印象なんですよね。で、個人的にはこういったテイストかなり色っぽく感じて、こう、グッとくるという感じであります。 えで、ここら辺はですね、トーキングブックの時は全く逆で、全く逆っていうのも変なんですけど、えー、まあこうメジャーキーの中でマイナーキーを入れ込むっていう演出をしてるんです。まあ、だから、基本は明るい曲なんですよね。で、ちょっとスパイスとしてマイナーっぽくなる瞬間があると。で、ただ、まあなんかそのマイナー、 っていうのを響きを使うっていうのはもちろんなんですけど、いわゆるなんか店長のためのきっかけとしてのコードとして使ってる感じなんですよね。えー、まあちょっとあのなんかピボットコードとか言うんだったと思うんですけど、まああの u h e s u n e o f m y Life とか B メロのところで一瞬マイナーコードになるんですけど、これ、マイナスちょっと喋るだけじゃ伝わんないんですけど、今手元に楽器がないので実演できないんですけど、<laughs> えー、まあちょっとあの譜面、読める人は譜面見てください。えー、そうなんですよ。あの i feel like this is the beginning for, The I will l i t h t h e r for million e a r s ラディフンの後に、The I f i l o n t love i t h のところがちょっと転調するんですけど、そこでね、マイナーコードに一瞬に映るんですよね。はい。<笑><笑>えっと。で、まあ、えー、まあそんなことをやっていたのがトーキングブックの時期です。で、インナービジョンズの時はですね、こうまあ、暗いまんま突っ走ってる作曲が多い印象なんですよね。もちろん全部が全部じゃないんですけど。 まあ、目立つ演出で、それに比べて、あのー、ファーストフィナーレは、その、混ぜ込み方がかなりいい塩梅になってるし、なんかその響きを、その、道具として使うんじゃなくって、曲を盛り上げる、あなんかその、店長のための道具として使うんじゃなくて、その響きが欲しいからなんか入れてるみたいな、そんな印象なんですよね。えー、はい。 で、まあ、あとはその、このファーストフィナレという曲ですね。この後半の流れとかは、もう、あとエンディングの流れとかもう本当にトーキングブックとインナービジョンズの美味しいとこどりといった作りになってますよね。えー、まあ、B 面冒頭の悪夢という曲は、まあ、なんだ、ハイアーグラウンドっぽい、えー、グルーブの曲ですし、まあ、あの、B とかも違いますけどね。 えー、グルーブの引きずり方という意味ではこの置きに入っている感じがこうハイアグラウンドっぽいですしねえー、で途中の流れはこうなんかトーキングブックのライトな流れを軸にしつつ、えー、マイナー調の曲をこうインナービジョンズのようにこう畳みかけていったりと、えー、まああとは最後のねプリーズドントゴーという曲とかはもう本当インナービジョンズを聞いた人は一発でわかると思うんですけどこうイントロ聞いただけでなんかあエンディングになったなって感じがすごいするんですよねこうなんかね心満たされる響きと安らぎあるグルーブ っていうんですかね「ねインナービジョンズ」最後のミス・ミス・トリオールでしたっけなんかあれと同じテイストなんですよね、えー、こうグルーヴ感響きとも、えー、に非常にこう充実感多幸感のあるフィナーレだと思います。 ええと、ま、こうね、スティービー・ワンダーのこのファーストフィナーレは、アーティスト性を高めた三部作の集大成であると同時に、この80年代以降にまた強めていくポップ路線の礎的な作品なのではないかなと思っています。こうね、完成したなって感じを出し、 感じさせつつ、ちゃんと次の新たなステージの変鱗をも感じさせていると。えー、本当に完成度が高くありつつ、創造性と野心性に溢れた作品だなと、えー、思っております。だからこれ本当、さえ、なんだろう、この作品発表された時の、その、 これを聞いたミュージシャンたちは本当に戦慄したと思うんですよね。本当にやばい作品出し上がったなスティービー・ワンダーみたいな。あの、と思うんですよ。まあ、それは偉そうなこと言える立場じゃないですけど。えー、まあなんかね、誰かがス、あの、スティービー・ワンダーが、 作品を出さなかった年のグラミー賞で、こ今年幸,福幸せだったのはスティービー・ワンダーが作品を出さなかったことですみたいなことをなんか言ったっていう話がなんかありますけど、まあ、ほんとそんなことを感じさせるアーティストなんですよね。えー、まあ、というわけで、まあ、えー、スティービー・ワンダーやっぱすごいっていうのと、ファーストフィナーレっていうのが特に、えー、すごいと、えー、いう、えー、お話でした。えー、というわけで、えー、ご視聴いただきありがとうございました。えー、次の動画でお会いしましょう。